俺は秋友也。都内の私立校で同人ゲームサークルの代表をやっている。見た目も中身もオタク丸出しの高校2年生。さて、ここで俺たちのサークルメンバーの紹介といこう。まず左隣にいるのは。こんな無駄に長い主人公のモノローグから始まるシナリオなんてゲのゲね。え？でもプロローグってまだ何の情報もないし、ある程度説明しないと。だからそこを工夫するのよ。例えばキャラクターの掛け合いの中にさりげなく状況説明を入れたりとか。何コソコソしてるのよ二人して。ほんと人が寝てる隙にイチャイチャしちゃってさ。やっぱここにいた。どうせ昼飯まだですよね。どうですか、俺の企画書。俺こういうの初めて書くんで、先輩のアドバイスもらえたら嬉しいなって。ゴミはゴミに、クズはクズに、チリはチリに。ねえリンリ君。ドモビアです。とりあえず企画としては0点ね。